はい、ヒーローズ2周目、前回の続きからやっていきます。じゃあ、光の竜ですか。では、海底神殿か。あー、ここでマーニャや、そういえば。思い出した。マーニャ様が入るんや、仲間に。来た！速攻で多分マーニャいますね、ここね。お待ちかね。皆さんお待ちかねの。星山が待ってたんですよ、マーニャをね。星山お待ちかねのマーニャです。いますよ。うん、これ一発目が確かくんねん。あ、ちゃうかったっけ？あ、ちゃうか、なんか。あ、ちゃうわ。神殿とこにおるんや。あー、これか。思い出したわ。よっしゃ、行こう。このストーンマンが女神像を守るキーになりますね、序盤のね。よーし、行くぞ。で、ね、こっちか。このスイッチの切り替えが大事なんですけど、これ。確か。まあまあ、このスイッチをね、うまーく使って、守り抜きます。まあ、とりあえずここに、ストーンマンを出しておきますね。うん。これ出しておくことだいぶ楽になります。よーし、行こう。お！よっ！ほい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 、オッケー、終わり。で、ラストはもうこれ、ゴミ掃除でね。あ、マジで。よし、行こう。しびれクラゲ。しびれ床を作り出す。来やがったしよ。クソどもが。来んじゃねえよ、バカ野郎。俺の女神像に触るんじゃねえ。よっ！よっ！さーて、片付けようか。来週のサザエさんは？ほっ、終わりー。ザコメが、待てい！眠らせるんじゃねえよ、俺様をよ。行こう。まあ、このザコどもも使ってもええけど。できればメタルライダーの方がいいかな。どこ行った敵？あ、お前か。結構 HP 高いやんけ。よし、頑張って。い、鉄子ちゃん、鉄子頑張れ。どこ見てやがんだよ、バカ野郎。で、これはもう目の前にいるんで、スイッチを押してから乗り込みます。行こうじゃないか。逃がさんぞ。ドリャッドリャッドリャッ。どこ行った？ああ、おられましたか。ほっ！竜巻旋風脚！オッケー！ふんふん。来たまえ。オッケー！あ、おるな、まだ奥に。ほっ！オッケー！シュエーン！おお！一気に決めましょうか。ほっ。おらららららら。強血ギリギリ。オッケー。
ゴールドストーンでかい。ちょっとじゃあ凍っといてください。マジか。やるじゃないか。逃がさん !1、2、3、4、5、6。オッケー。もうすぐマーニャが仲間入るからな。ちょっと楽しみやな。ただまあ、ビアンカ入れとうからな、俺。マーニャ入れられへんじゃんけどな。おらららららら。オッケー行こう。もう終わりか。コート考え。オッケー。邪魔だ、お前ら。オッケー。セクシービーム聞いてやがるぜ。サミダル打ち。行こう。おー、ストーンマンがめっちゃ落ちとるぞ。あー、めっちゃ召喚されるよ、ストーンマン。ストーンマンにはストーンマンをぶつける。ドーン。さらに痺れる受け出しとく。よっ。ほほほほほほほ。よし。行こうじゃないか。ダスト。まあ、あれ、遠回りしようが来れへんから、こっち先倒すか。オッケー、終わり。よーし。いいね。さて、じゃあ、ラストですね、もう。ほら、オープンしてやったぜ。来な。来なさい、君たち。しばらく撃破。ほっほっほっ。オッケー、終わりー。はい、逃げろ、お前も。あー、逃げた。うん。こんなところで負けてらんないわ。どうしよっかな、マーニャか。まあ、ビアンカ。マーニャも強いんですけどね。まあ、ビアンカも強いんですよね、ただ。どっちが強いかって言われたら、まあ、微妙なとこなんですけどね、正直。マーニャはただね、守備力下げる技持ってるんで、それでかいんですよね、結構。あとやっぱあの、コンボ数で言ったらマーニャの方が上なんでね。明らかに。あいつは軽く1000コンボ、まあ超えるんで。シャン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 。海の底やってきた者たち。神殿の奥へと急ごう。もうそろそろマーニャじゃなかったかな、多分。来てくれよ、マーニャさん。結局、マーニャ入れて落ち着くんかな、昔のパーティーに。まあ、俺が一番期待したのはやっぱ、魔剣士ピサロなんですけどね。ピサロはちょっと、使いたいな。あ、来た。マーニャ。この先が回転神殿のようですね。あそこへ行って試練を受ければ、一族の力ってやつがもらえるのよね。し。誰かおるようじゃぞ。だぞ。この音楽よ。てってって。かっこいいな。ひょっとして敵かし。なんでそう思ったね。でもまだ私たちに気づいた。なんでお前そう思ったね、敵やと。やっつけるなら今のうちよ。その必要はないわ。姫様。アリーナ？あるクリフトまで。あんたたちどうしてここに？そりゃこっちのセリフですよ。マーニャさんがなぜこんなところで踊っているんです？それが私もよくわかんないの。どうやって来たのか全然思い出せないんだけど、いつの間にかここにいたのよ。で、誰も来ないし、帰り道もわかんないでしょ。だから暇つぶしに踊りながら神頼みしてたってわけよ。ハンサムで大金持ちで世界を作っちゃうような勇者様が私を迎えに来てくれますように。
もしかして勇者様？ごめんなさい、私お金持ちじゃないわ、うん、女の子にハンサムっていうのもね。この方はこれから試練を受けて世界を救うための特別な力を授かるんです。正真正銘の勇者様ですよ。どうしようかな。けどこのままここで踊ってるのも退屈でしょ。私たちと一緒に行きましょうよ。マーニャがいれば百人力だもの。姫様のおっしゃる通りです。マーニャさんほどの魔法の使い手ならば必ずや皆さんの助けとなりましょう。でもね、お、来る人、ワルジェ。勇者様のそばにおられるのはなんとこの世界の国王様です。マーニャさんが勇者様を助け、あれで世界が救われればおそらく大変なご褒美をくださるのではないでしょうか。わしは勇者ではないぞ。ハンサムなただの王様じゃ。やっぱりこれって運命的なコネ、あ、じゃなくて出会いだと思うの。もちろん協力させてもらうわ。さ、行くわよ勇者様。とっとと試練を片付けて正解を振っちゃいましょう。ちょっと待って。でったらでってってん。マーニャゲット。さあ、楽しい時間の始まりよ。おお、マーニャおるぞ。まあ、使われへんけどまだ。さ、楽しい時間の始まりよ。やっぱマーニャ使いたくなってたな、これ見たら。まあ、ビジュアル的に俺ビアンカよりマーニャ派なんでね。うるら。へへへへい。ようやく揃ったぞ。ただね、魔剣士ピサロが入った時に何を抜くかっていうのをまだ決めてないんですよね。正直ね、まあ、テリーかなと思ってるんですよね、もう剣士なんでね。まあ、テリーは最強だと思うんですけど、まあ剣士ばっかり言ってもしゃあないんでね。バランス的に考えたらやっぱこの主人公かどっちか抜かないといけないんです。まあ正直見た目的にテリーはそこまで好きじゃないんでね。まあ好きですけど、ほっほっ、まあピサロの方がかっこいいんでね、明らかにね。よーし、行くか。スイッチどこや。スイッチどこだよ。これか、これか。よっ、よーし、行こう。おら、ダスト、ダスト、オッケー、終わり。ダスト終わり。ないわ。カジノあってよかったのにな、ここも。カジノしたいな、確かに。特別コーナーってカジノ設けてくれてもいいのにな。お、ジェシカ。ジェシカめっちゃレベル高いよな。トップクラス。よし、行くか。ダスト！メタルライダーの攻撃打ってほしいから、先にとりあえず。倒しよく。これ飛ぶからな、こいつ。よっ。よーし、召喚。なんとなく召喚。平松、行ってこい。どんどん行くぜ。効かんな。おう。マジか、マジか、マジか。釘付け。オッケー。でってってんてんてん。確かに歴代キャラをこれ絡ましたらおもろそうやな。もっとな。おお、待て待て。まあ俺はハッサンとヤンガスあたり絡ましてみたかったけどな。ハッサン出てほしかったな、どっちかといえばな。
結構好きなキャラなんですね、ハッサンは。なんかわからんけどね。ドラクエ6の中でもなんか思い出が強いですね、ハッサンは。結構いいキャラしてますよね、あいつね。お願いね。おい、行ったらんかい、行ったらんかい。どんどん行こうぜ。オッケー。鉄壁の陣張りました。もう負けません。もう負けないぜ、俺は。行こう。ザコども蹴散らしていくぞ。食らいやがれ。ほっ、おお、マジか。おらー、オッケー。行くぞ。よーし、さみだれるか。さみだれよう。気をつけていきましょう。ライダー。ライドン。ザコが何匹来ようが同じだ。その通り。なかなかのハンサムね。サミダレ撃ち。暗い。なんだ。サミダレ撃ち。用もないのにジロジロ見る。そのひねた物言いも可愛いよね。オッケー。何をするつもりだ。妙なことを企んでるなら俺にも考えがある。これよこれ、ダウン取ってからの。テリーは若いからな。はい。俺はミレイユが出えへんかった理由なんとなくわかるね。このビアンカと若干というかだいぶ被るやろ。ひらましん。ひらましん。ひらましん。こいつらを残らずぶっ飛ばせば、一丁上がりね。よーし、行こうか。マシン行ってこい。ほっ、あらっ、マジか。疾風陣雷。よーし、こんなもんか。アークデーモンさん、アークデーモン撃破。行くぜ。おらら、もうちょ、もうちょ。なかなかコーランだこいつ。こいつコーラン系の敵か。鬱陶しいじゃないか。ここで決めるわ。スーパーギガスラッシュ。オッケー。まあ、なかなかの威力。もうちょっとテンションが欲しいですね。欲張るならね。オッケー。ここは一層と。よし、ビアンカさん行ってこい。ワークデーモンおるやん。尺爺が戦っとる。女神像結構 HP 減っとるやんけ。一蔵、ネガサキ。名前やばいな。なんか強、誰かに強されと。いけ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 。オッケー。いいね。なんとか倒せたみたい。マーニャ入れようか。ビアンカ抜くか。まあ、強いけど。大切な人のために負けてられない。ちょっとこの最後のポーズダサいから抜こう。気に食わんわ、これちょっと。昭和みたいな感じするから、わかんない、やっぱり。マーニャやな、やっぱり。時代はマーニャ呼んでますからね。花があるよな、やっぱマーニャの方がビアンカより残念ながらな。ビジュアルと実力ダブルを兼ね備えてますからね、このマーニャは。来た。よーし、マーニャゲット。来たやろ。来た。来た。でかいぞ、これは。でかいっすよ。
しかもスキルポイント50振れるってでかいな。完璧やな。このリーダーも結構あれやけどな。色っぽいけどな。よし。任せとくぜ。強さ、マーニャじゃなくて装備かな。装備品で切り替えで、ビアンカのやつを、外していく。OK。マーニャ様、芭蕉扇来た、最強武器。で、オーブメタルキングオーブ。まあ、これはこの適当にこの辺をつけとく。よし、OK。来ました。我が軍最強の精鋭が揃いましたね。よし、振ろうか。ジェシカは、次は、呪文跳ね返しか。コンピューターでこういうの使ってくれるかもしれんけど、まあいらんかな、特に。まあとりあえず取っとくか、これ。もうほぼ、終わりかけやけどな、このマヘアド以外は。テリーはまあ、あれ、サンダーボルトじゃなくて、これ、したいから。出た、マーニャ。マーニャこれでも魔法高いからな、これギラはな、大事な気はするんやけどな。これなんやこれ。あ、ギラ覚えてるか。あー、ギラ空中で使えてね、これ。右足の方が上がる。あ、これ絶対いるわ。まあ、覚えようか、ギラ。まあ、一応こっち魔法使いなんでね。空中ベギラゴンっていうのをね、やってみたかったってのもあるんで。よし。まあ、これで。多分こいつ魔法が高いんで、多分ダメージだいぶでかいと思うんですよ。まあ、ハイテンション保つ時にベギラゴン繋げるってのはありだと思うんでね。マーニャ、いいね。守備力やっぱ高いな、この主人公とこのテリー。まあ、テリーはそうでもない。主人公めっちゃ高いな、守備力。まあ、盾がええんか、これ。わからんけど。HP もなんか、やけに高くない？なんでこんな高い？レベル？関係ねえよ、こんな。賢さは、魔力156。ジェシカ166。まあ、賢さっぽあと何個か取れば多分もっとやばくなるんで。ちょうどいいぐらい。しかもこいつ、器用さも高いからいいんやって、こいつ。結構ね。マーニャは。よーし。おう。悪いぜ、行くぞ。メタルキングの方欲しいな。これ、買っといたるかな？買っといたってもいいか。オーガシールド。よし。もちろん。ほらよ。また来てくれよな。オーバー全員持っとったな、メタルキングオーブ。ああ、テリー、装備しなかったやん。15000くらい入るやろ、どっかで。売りましょう。15000くらいなんか、売るもんあるでしょうよ。まずこれ売る。いや。ドラゴンシューいらん。いや。オッケー。これで多分ね、だいぶ強くなったはず。オッケー。ありがとね、最強だぜ、これで。次は、テンション？ご協力お願いします。ちゃうな。お気をつけて。はい、というわけで、とりあえず一旦じゃあ効果終わって、マーニャ、仲間入りましたね。昔のメンバー揃いました、ようやく。まあやっぱこのメンツが強いですね。強いというかやっぱお気に入りなんで、ね。あ、あげれるやん。ライデインはいらんから、まあ、どうしようかな。賢さはいらんねんけど、全くと言ってるけど。もう取るもんがなくなってきたな。まあこの辺かな、次。これかな。瀕死時攻撃力アップ。三河足。これしようか。取っとこう。よし。まあいいか、これで。テリア残しとかなあかんから。はい。というわけで、とりあえず今回はマーニャ。ようやく仲間入りましたね。これで一応全部揃えました。次、まあ、12か10、何倍だかな ?12 くらいかな、確か、ダウンロードコンテンツで、あれが来るんですよね、ピサロが。来るんで、まあ、ピサロ入ったら下手しいテリー抜くかもしれないです。まあ、わかんないですけど、まあ、とりあえず使ってみてっていう感じですけど、まあ、多分抜きますね。ビジュアル的にテリーより、負けんしピサロが好きなんでね。はい。というわけで、とりあえず今回は、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。